去年12月3日の午前9時半ごろ和歌山県北部を震源とするマグニチュード5.4の地震が起きた震度5弱の強い揺れで御坊市役所では窓ガラス37枚が割れるなどの被害が出たこのおよそ3時間前には。 4 0 0キロほど離れた山梨県東部で最大震度5弱を観測する地震が起きたばかりだった和歌山県のあたりというのは非常に普段から地震活動が活発なんですけれども特に和歌山市付近で一番活発なんですがその辺りで起こっている地震とは若干タイプが異なります。これまで多くのの地震の発生メカニズムなどを分析してきた、 京都大学防災研研究究所のの西村拓也淳教授新たな手法で地震の発生をを予測する研究を進めている GPS のデータを使って地面が精密にどう動いているのかっていうのを調べます。それで地殻変動の様子が分かるんですけどの地殻変動から地下で起こっている地震のメカニズムであったり今断層でどういうふうに歪みがたまっているかと。 いいうようよなことを調べています GPS はスマホや車のナビゲーションなどにも利用されていて人工衛星からの信号で位置情報が分かるシステムだ西村准教授はミリ単位で正確に位置情報を調査できることに注目した私たちの住む日本列島はフィリピン海プレートや太平洋プレートなど4枚のプレートの上にあり 海側から常に押される力がかかり地盤に歪みがたまっているそしてその歪みに地盤が耐えきれなくなると地震を起こすのだ国はこうした地盤の動きを監視するために全国およそ1300か所に電子基準点と呼ばれる GPS アンテナなどを装備した機器を設置 西村准教授は GPS の位置情報を利用することで地盤の動きを捉え地震発生の研究に役立てようとしているのだ赤い矢印はこれだけのた動きがやっぱり顕著なのはこの南海トラフ沿い、まあ、太平洋側ですね。 があの大きく北西方向に動いててそれはこの南海トラフからフィリピン海プレートこっち側の海のプレートがギュッと北西方向に押している影響で四国とか紀伊半島いいうのは大きく動いてるこうしたデータをもとに作られたのがこの図だこれはあの西日本、まあ、中部地方から九州にかけての地図にその歪みのたまりやすさを、まあ、書き表した図になってます。 色がまあ白、緑、黄色、オレンジ、まあ赤に行くに従ってどんどん歪みのたまりやすさがまあ早くたまる場所っていうのを表してて、GPS のデータを解析すると近畿や九州がオレンジ色になっていてより歪みがたまっていることを示している。そして去年西村准教授は研究を進める中衝撃的なデータを得た。 大地震につながるかもしれない変化だった25年間の GPS のデータではなかなか前例がないようなことが起こっているんじゃないかなと思います前例のないデータがもたらされた場所それは能登半島だった能登半島最北端に位置する鈴市 この辺りの地盤がおととし12月頃から3センチほど隆起する謎の地殻変動を察知したというこれがあの国土地理の GPS 観測点であの昨年の12月からまあこの観測点を中心に変動が観測されてましてあの大体3センチぐらいその昨年12月から今年の11月まで隆起が観測されている場所です。 西村准教授によると3センチという地盤の動きは火山周辺では見られるが能登半島のような火山のない地域では通常考えられない数値だというこうした動きに合わせるかのように涼し市周辺では去年1年間に群発地震が相次いでいる震度1以上の有感地震がこれまでに80回近くも観測されているのだ かなり頻繁に起きてますよね。三日か四日ぐらい、長い時は一回の時から、もっと湧いてるかな。結構怖いね。怖い、うん。大きいの来なければいいなと思うんだけど。地殻変動の原因などは分かっていないが、西村准教授らの研究グループは、こうした動きをさらに詳細に探ろうと。 地震の震源近くにある珠洲市の2カ所に独自の GPS の機器を設置大地震が起きないか現在も注意深く調査を続けている今起こっている群発地震の震源域が大きく分けて4つに分かれているんですけどその中でも今一番活動的なあの震源域がすぐこのちょうどこの海岸線のこの東側の方ですねあの辺りにあってですね ちょうどその間をこう周りを囲むようにこう観測点を設置していますそして GPS のデータ解析で歪みがたまっているとされる近畿地方能登半島と同様に警戒すべき場所なのだ、えー、神戸の上空に来ています 今ご覧いただいているのは、えー、神戸の長田区須磨区辺りで発生した大規模な火災による煙です27年前に阪神・淡路大震災を引き起こしたのは兵庫県の淡路島から阪神間に伸びる野島断層という一本の活断層だった近畿地方には地震の巣と呼ばれるほど活断層が集まっていて地盤の歪みが今 こうした活断層などを動かそうとしているのだ海側のプレートが陸側のプレートを引き込みたまった歪みが解放されたときに発生する南海トラフ地震発生が近づく今、特に西日本は活断層などが動くことで起きる直下型地震への警戒が必要だという近畿の地震っていうのは あの南海トラフ地震の前50年ぐらいからあと10年ぐらいに増えるという、まあ、そういう傾向がありますのでいやま,あまさに今これからがそういう活動期に入ってきている、まあ、そういう状況なんだろうと思います。事実前回の昭和の南海地震の際もその前後に西日本では直下型地震が相次いで発生した。年には 兵庫県北部を震源とした田島地震がまた1927年には京都府北部を震源とした北丹後地震がさらに43年に鳥取県西部を震源とした鳥取地震などが起きていた、えー、プールの側面の壁が、えー、道路に、えー、全て倒れています。そして近畿地地方の地盤にも今 新たに歪みががまってきてきいるる証拠があるというそれは4年前に起きた大阪北部地震だ2018年の前のデータで見てもやっぱりちょっと歪みのたまり方が周辺よりも高い場所で,でしたのでまあ,ああいう地震が起こるっていうのはある程度やっぱりこうそういう歪みがたまりやすい場所で起こったっていうことが言えるんじゃないかなと思います。 主要な断層は当然近畿の場合もいっぱいあるんですけどそういう主要なところ以外のちょっとしたところでもマグニチュー6クラスであれば起こりえますのであのまあある意味発生までにすでにカウントダウンに入ったといわれる南海トラフ地震。その備えとともに私たちは 活断層による直下型地震への準備も決して怠ってはならない。